今回はですね、私のふるさと長野県の小布施というところにある古びたお寺をですね次第に取り上げました。まあ、ポイントとしてはですね、長い年月で崩れかかった石段の表現、それから奥まったところにありますので上皇寺までの区域感ですね、これをどう表現するか、この辺がポイントじゃないかなと思います。皆さんも頑張って取り組んでください。彫刻は三木法で少し濃いめの彫刻をします。一番手前の杉木立から描き始めましょう。垂れ下がる枝先を描いていきます。腕をばらして上から突っつきながら杉の樹葉を描きます。右サイドに数本の杉木立を底辺を変えて奥行き感を出していきます。お寺の本堂の底辺を意識して本堂の屋根から描いていきます。石段のあたりをつけていきましょう。
屋根の下の柱の表現ですね。石段は段差によって少し位置がずれていきますので、その表現もしっかり書いていきます。石段は少し崩れたイメージをしながら、手前に来るに従って段差の幅を大きく変化させていきます。一番手前の石段は相当崩れた感触で、石段の石が少し傾いている表現も意識しながら大きく描きます。白抜き液を用意して、石段に白抜き液を塗り込んでいきます。バックを黒くしたいということで、先に描いた杉の幹にも白抜き液を塗り込んでおきます。刷毛は肩ぼかしに彫刻をして、一番奥の暗がりを描いていきます。本堂の屋根の裏側も描いていきましょう。この時に円形に杉木立の林があることを意識して
書くといいと思います。石段の両脇の茂みを描きます。本堂の屋根の軒下に墨を入れておきます。全体の仕上がりを見て立体感を出しながら濃墨で表現していきます。手前の石段表現ですね、淡墨中心に変化のある表現をします。石段に陰影を入れて仕上げましょう。
セントに少し濃墨を加えます。三目地揚げをして、完成ですね。まず最初にですね、大きな分割にあたるお寺の底辺のこの位置を約3分の1ぐらいに取りました。そして一番手前の杉木立から描いていきます。次に底辺を変えながら奥の杉の幹を不規則な間合いを意識して描いていきましょう。次に杉木立の枝を垂れ下がるように描き、それに筆で突つくような形で杉の樹葉を描いていきます。そして本堂ですね、本堂の屋根の二人、そして軒下の表現、そして底辺を決めてから石段ですね、石段を描いていきますが、ところどころ平地があって、そして石段がありますので、その石段の空気感を意識しながら石段の表現をしていきます。一番手前の石が少し石段の石が崩れている情景ですね、この辺も入れておきましょう。この石段はですね、ところどころ平地があって、その奥にまた石段がありますので、このようにところどころ途切れた状態で描いていきますけれど、奥からだん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 と石段の大きさが変わってきて、ここはかなり手前の石段の崩れた部分ですので、石の表現に気をつけて描いていきます。次にこの本堂の軒下に墨を入れて、さらに奥まった情景ですね、ここもですね、杉の森が続いてますので、その情景を意識しながら行きましょう。次に石段の両サイドですね、両サイドの土手のようになっている情景ですね、この辺も雑草が生えてますので、その変化を意識しながら描いていきます。だいたい出来上がったところで、全体に淡墨地上げ入れながら、少し濃い表現のところは足してですね、全体を見てちょっと濃い墨を入れて、画面を引き締めて完成です。皆さんも一つ頑張ってやってみてください。